イメラジオサイエンスです。今日は令和三年四月十日土曜日です。時刻は朝十時半、横浜港北。今日は晴れですね。空はブルースカイ。ただ雲も出ています。いかにも春らしいお天気、新緑の風景が広がりました。港のランドマークタワーもぼんやり見えています。 さて、そんな土曜日の夢ラジオ、今回は高橋さん登場いただき、マッハからアインシュタインへ、こんなタイトルで科学史を外観していただくことになりました。高橋さん、おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。えっと、これまで高橋さんにはあの、量子力学のお話とか、あるいは、あの、 微分析分の話とかいろいろしていただいたんですよエントロピーの話とかで今回は一応科学史という感じで多少歴史やあと哲学との関係も意識しながらお話し進めていこうと思っておりますそして大体19世紀の後半から20世紀前半までの大体100年この100年あたりの科学史をまあ大雑把に概観していこうこんな はい、こんな企画ですさて高橋さん、えーと「マッハからアインシュタインへ」というこういうタイトルにしてまずはエルノスト・マッハというこの方からお話し始めようと思っております。はい、よろしくお願いします。マッハさん、はい、なんか速度の単位でマッハっていうのがあって <laughs> そういうところでお名前残っている方かなと思うんですけどうん、うん、この人はえっ、ー、とニュートン力学に あのまだ一挙していたお方なんでしょうか、はい、おっしゃる通りマッハさんあのマッハ数っていう形で、うん、あの超音速旅客機マッハ2だっていう言葉でうん、うん、多分まあ子供の頃に最初に <laughs> 耳にする実は科学者の方だったんだなって思ってますが、はい、あので彼はですね、まあ、極端な実証主義的立場っていうのかなそのこの目に見えないものは信じないっていうお立場に立たれておられました。 <で>目に見えないものは信じない。ないこれは、うん、だからその電子顕微鏡とかない時代なので、うん、原子この頃だから原子論とか原,原子というものがあって物質が構成されているんではないかっていう話で出てたんですけど、うん、いや電子な原子原子なんて見れないからそんなのはない、うん、信じないぜというお、まあ、立場で、うん、あの一その、まあ、なんていうんですかね古い 古い時代と言っちゃ申し訳ないんだけどその、まあ、19世紀を代表する19世紀後半を代表するその古典力学のタイトであり、うんでまあ、先生もよくあのご存じだったと思うんですがその哲学とかですね、うん、いわゆるそのオ,ーオールマイティーな鉄、うんうん、人みたいなところで。えー これ立ちはだかってるってうおかしいですけど、一つの,まああのオ,ーライオーソリティだっていうお立場の方ですね。うん、で、であの音速、そのマッハとか言って音とかは見えないじゃないかっていう話もあるんですが、あの実際に弾丸が音速を超えたときに衝撃波が発生している映像っていうのを、あのマッハさんがまあその実験で撮影したものがありましてですね、うん、結局その目に見えるから信じるわけですね。その衝撃というものは、うんうん で当時写真って我々今スマホで簡単に撮れちゃったりするんだけど、うん、その19世紀だから写真って最新のテクノロジーで,でそれで衝撃波が発生しているところに屈折率が違うもんで、うん、弾丸の周りにふわーっていうこのネットとかで検索すると出てくると思うんですけれども屈折率が違う領域が出てあ衝撃波出てるだから衝撃波ってなるんだっていうあの撮影をされた方ですだからそ,、まあ、その辺のところでマッハっていうのが単位として。 足跡、うん、を残しているっていうお方です。でその衝撃波っていうのもこれがあると思うのは見えたからですねじゃあ。うんですね。あうん、であと音がドーンって聞こえるっていうのもありますけどね<ー>、うん。まあその音を出しながら動いていくものが自らの発生する音の壁をこう突き破っていくように進んでいくのでまあ壁みたいなその空気の壁みたいなものが。 どンと圧力を周りに伝えるっていうのがの衝撃波なんですけどそれをまあ実際に目に見える形でほらあるじゃんという、うん、まあそういう感じでしょうかね。うん。ってことはその空気を媒介としたあの波ってことですね、まあ、言えば音もそうだし衝撃波もそうだし。うん、ってことはマハさんって人はあの宇宙のことについてあんまり語らなかったんでしょうか私もその辺ののの辺知見はああまりないので 細かくはちょっとお話できないところなんですけれども。で、まだ量子力学のない頃ですから、当然あの、えーと、小さいミクロの世界の力っていうのも、まあ、マッハさんは語ることはなく、実際にこう生きてて、見たり聞こえたりする空気を媒介とした、そういう現象について、いろいろお話になったっていう、そういう方ですね、マッハ。でなので ある種のニュートン力学の絶対時間とか絶対空間っていうのを疑ってかかっておられて、うん、でその辺の部分実際にまあ計測したものであるとかを重視するっていう立場からこれはアインシュタインであるとか、うん、あのハイゼンベルクっていう後の人に実は影響を与えてるわけなんですよ、えー、逆説的なんだけど <laughs> このマッハがそのニュートンの力学に一挙しながらも でも絶対時間とか絶対空間を疑っていたっていうのはどういうことなんでしょうかつまりなんかその一つのそのなんだろうなその心羅万象この世にあるものっていうものはその絶対時間とか絶対空間っていうのはそ,それがあるっていうわけではなくその人が感知しているからその存在している人が感知しているものこそあのえっ、ー、と 実実際に実在しているものである人間がいなくなっちゃえばもうこの絵はなくなってしまうっていう、まあ、その極端な実証主義っていう、うんうん、お立場っていうふうに理解するとストンと落ちるのかなと思うんですけど、うん、ちょっと難し,難しいというかあ<ー>あのシンプルに言うとそういう形だと思っていてここで確認しておくとニュートン力学における絶対時間とか絶対空間っていうのは えと人間の関与なんかあろうとなかろうとそこに絶対的にあるよっていうそういう感じですよね。ところがこの今話題になっているマッハというお方は、えー、と実証主義の立場に立つそして人間が見たり聞いたりするということをとってもあのなんていうか重視する人間の認識論を重視するお方なのでその、まあ、極端なことを言うと、はい、人間が感知しなければ。 それは存在しないみたいなそ,、ねうん、そこら辺までちょっと行き行っちゃったお方なんでしょうか行きかけたんでしょうかう、ね、行きかけまあその行ってたかどうか <laughs> あのお伺いすることはないんですけれどもまあこういうお立場だったんだろうなというそれをまあベースに結局その相対性理論っていうのをそれぞれが別の時間を持つであるとか、うん、あの測定で決まらないっていうあのその前回 先生のシュレディンガーの猫のお話とかされてましたけど、はい、そういう確率の話とかそういう部分をまあ誘導するというかですね古い人なんだけど、うん、そのそういう新しい影響を後輩たちに与えるっていうその側面も持っているっていうちょっと面白いんですよですから、はいまあ、マッハさん自体はあのえっ、ー、とそのなんて言うんだろう 後の世界の時空が歪むとか、うん、あるいはあの確率知識が決まらないということを自分でどうお考えになったかどうかは知らないけど、うん、けれどそのマッハの,そのえっと絶対空間絶対時間を疑うというその姿勢からあの後の世紀の変わり目の,あの科学者たちはいろいろ学んでいったみたいに考えておい,いていいでしょうねじゃあね。だからマッハさんも 例えばそのブラウン運動の論文とかが出てたら原子の存在は多分信じたと思います。たば晩年ぐらいにそういうこともおっしゃってたじゃないかなって思いますね。うん、1916年にも亡くなっている。なので、なんかそういうのは残ってるみたいで、まあ、逆に言うとそういう五感は信じるっていう立場になるんで、実験結果を尊重するっていう意味では、何だろう、こっちがそのいわゆるその えー、対立していると思われている人の立場にもちゃんと勇気を持って変わるっていう、うん、なんかそういうのは感じますね。マッハ数だって結局あれ写真がなかったら見えないから、そんなないよみたいなお立場だったかもしれないので、そういう位置づけですね。マッハ数という、そういうふうにお名前が残っているマッハさんなんですが、うん、えと衝撃波とか、あと、 そういう波を研究したお方っていうふうに思っいていいでしょうか。空気を媒介とした。うんまあ、その範囲がすごく広いっていう感じですね。そうですよ、ねうん、僕は,は有名なのがこれっていうことでちょっと私もあんまりずっと深掘りはできてないんですけれどもうんうん、うん、なんか哲学はちょっと,あとのそうですね哲学とはこの人の話でよく出てくるの,あの思考経済の原理。 っていうあのオッカムのっていう、うん、なんか例え話ですよね、はい、あ,のある事柄を説明するには何、はいまあ、て言うんだろう必要以上に多くを仮定すべきではないこれはちょっとこういう考え方をするよりはこの考え方の方がシンプルだったらそっちを取るこれ例えばですねななんだろうな小学校の時の算数で鶴亀算とか植木算とか、うん、あるじゃないですか。うんうん、であれって で鶴亀算はこうやって解きますとか植木算をこうやって解きます。で、まあ、電車が交差する電車算みたいなのもあかな。なんかあれはこうやって解きますとかいう個別にあの算数で解くもんで、個別に解き方をまあ集軸するっていうことをやるんですけど、これ、中学生になって方程式習ったら、全部あの方程式で解けちゃうっていう、うん、そういう意味ではそのオッカムの紙ミりで、あの、 鶴亀山とか植木山をバッと切り落としてあの一次方程式をとか二元連立方程式とかを解くっていうふうな形にあのするっていうその思考を経済化するっていうのもなんかね主張主張というかまあ一つのな思想の流れとして残されていて、うん、でこれってだからそういう意味では無駄なことを。 こダブルバインドなんですけどあるところまで深入りしすぎると迷宮に入っちゃうから、うん、一旦ここでやめといて応用っていうか横展開を考えましょうっていう態度ですねでこれ非常に重要なんですけど、うん、これをあ,のあまり乱用してしまうと物事が深まらないっていう側面も当然出てきちゃうのであの、まあ、時と場合によるんですよね、うん、時と場合によるというか、まあ、同じ人物が時間その 与えられた時期に応じてその態度を多分変えるべきなんだけど、まあ、常にオカムのかみそりでどんどん切ってたらなんか全然話が深まらないしあの思考の飛躍も起きないんでまあその時の場合なんですけどこういうこと言われてました思考経済の原理っていう形。 でまあ、言葉を残しておられますなんか僕結構古い人なんで個別具体的にどういうことをやったかっていうのはごめんなさいあんまりフォローできてないところはあるんですが <laughs> この思想ですよね <laughs> なんか、うん、その絶対見てもないものに対するこう限りなきその疑問というのとその思考の経,経済化っていうのかなあのシンプルに考えるっていうところっていうのをまあ残して今にも残してるんだと、うん つまり、簡単に言えるなら簡単に言おうよとか、こういうことですね、簡単に考えれるんだったら簡単に考えようよっていう、だから無意味に複雑にする必要はないし、よりよく説明できるものがあるんだったら、そっちで行こうよっていう、そういう立場のお方ですよね、マッハさんで。 で亡くなられたのが今、高橋さんおっしゃったように1910年代かなっていう、まあ、まさしく19世紀のお方なんですけど、うん、このマッハの、えー、と物理的な業績に、えーと、その後取り上げるべきはどんな、えー、とお方になってくるでしょうか。 そうですね、まあ、量子論のきっかけを作った重要人物の一人にあの、ドイツの,あの物理学者のマックス・プランクさんという、マックス・プランク、研究所って名前も残ったりしてますけれども、ね、というお方、挙げられますね、うんで。マック・プランクさんは1858年から1947年かな、長いきされて、うんうん、ちょっと間違ってたらごめんなさい、あの方で、はいえー、この人はですね、まあ、当初、 まあその世代的にもあのマッハさんとはもうだいぶ後の世話になるわけなんですけれども、ねうん、いわゆるその目に見えないものは信じないっていうその,、まあ、そのマッハイズムじゃないですけど、うん、基本的にはそれをベースにやってたんですが、うん、この人、まあのまあ、ちょっと話は前後しちゃうかもしれないけどその量子力学のきっかけを作ったのがあの、えー、エネルギーがとびとびの値しか取り得ないっていう。 ことを、あのーまあ、実証的に唱えたっていうでプランク乗数っていう言葉が出てきますけどあの光とか電磁波の、えー、振動数って、まあ、周波数みたいなもの,、うん、あのバタバタと波っていうのは変化しますあの変化するその周期の、まあ、時間切った時の,その振動数にプランク乗数っていうものをかけたせのもの整数倍しか取りえないっていうことをまあ 見つ,けて見つけたっていうお方なんですよその前回とか前々回で量子力学のお話をした時のその一つの特徴でとびとびのところしか取りえないっていうところのきっかけを見つけたのはこの人なんですね。うん、前回お話しいただいたあの二重スリット実験であの、えっと、その向こうに出てくるその色がとびとびになっちゃうっていうあの話でしょうか。 あれとは、あれとはちょっと違う。違うか、ちょっと違すかね。うんうん、えっとね、ちょっとあんま話をしてないと思います。あの、ああスペクセンスペクトルの話とかなんで、ちょっとまた話が違ってきちゃうんですけど、うん、なんか、はい。あのね、エネルギー、またそういう話もやりましょう。細かいところを割と省いちゃって言うんで、あの、あの、飛び飛びの話っていうのは意外とできて。 あのまあ状態がいくつかの状態が重なっているっていう時にある一つの状態にまあ猫が生きているっていう状態と猫が死んでいるっていう状態もあるし飛び飛び <laughs> その飛び飛びの状態しか取りえないっていうところをあのこれは実際に物から出てくる光の波長振動数とかを見た時にある一定の数値を単位とした飛び飛びの数値しか取りえないっていうところをあの見つけたのがこのマックス・プランクっていう。 うん、方なんです、ねうん、普通なんかこう物事ってこう飛び飛びじゃなくてこう滑らかにこう、えー、と変化したり滑らかにこうんていうか存在してるのかなと思うけどそ,うそれが案外ブツッブツブツッとなんかこうセパレートな感じでっていうかこれをなんかディスクリートって英語で呼ぶんでしたっけ離散、はい、したっていうかそうですねいうものなんだっていうふうなことを、うん、プランクはえっ、ー、と まあ見つけたみたみいなななそんんお方なんで,す、ね、で、すね今、振動数というふうにおっしゃられて、その振動数という言い方をするということ自体、プランクはあの粒の話をしてるんでしょうかそう、そこがですねあの、プランクさんの限界一点というのがあって、波とその古典力学にこだわって、粒じゃなくて波ですね、光はあくまでも波であると。 あプランクさんは,プランクは波で,、うん、でその波長であのエネルギーが決まるって、うん、決めるらしいというところでそれがあのプランク乗数っていう一定の乗数が関わったとびとびの値になっちゃうっていうことをなんかまあ、えー、導き出したっていうかですねプランク乗数っていうのをは編み出したっていうイメージで実はあのなんだろうな まあお話のこのシリーズの中でちょっと前後しちゃってるんだけどその量,量子力学っていうものっていうのはそういうのとびとびだよっていうのを生としてあの確率論とか <laughs> なんかでこう地味魍魎の世界に入っていくわけなんですけどマックス・プランクっていうお方はその古典論の中でこういう不可思議なものをあの解こうとなさってたなんですよ。でこのプランク定数プランク定数 <laughs> っていうのは、あの6 3 4け1 0のマイナス 34J セカンドみたいな、あれなんでしょうか。そうですね、6.63ぐらいから、6.6256とか、1> ししか1 0のマイナス23乗、J 秒っていう。10のマイナス 23? あごめんなさい、34乗ですね、マイナス34乗っていう、非常に。うん めちゃくちゃ小さいめちゃくちゃめちゃくちゃ小さいので連続だねって言われてもわ、まあ、かんないんですよねそういう意味では。そういった意味ではマッハ流で言うと分かんないから分かんないでいいじゃんっていうのになっちゃうかもしれないんですけど、まあ、実際にこれ観測結果からそういうのが出てくるのでこれはまあ認めなくちゃいけないっていう話ではあります。 であとね、ま、のプランクさんっていうのは、こういうふうに、定数、プランク定数見つけたりとかいう中で、あ,のある種マッハか、マッハ的考えからは離れてきます。うん、マッハに対して批判的、なぜかっていうと、はい、あの完全に実証主義だったら、見えてないものは、あの 人間が感知できないものはないっていう考え方に立つと、うんうん、待て言とこのプランク乗数とか光の速度であるとか、うん、えと世の中にこうそういう人が見てなくても人が存在しなかったとしても、うん、あ,のある乗数とか世の中をそのなんていうんでしょうね秩序を立てているあのものがあるっていうことは、うん、これは人がいなくても世の中やっぱあるよねって っていうお話になりますよね。そのマッハっていうお方がすごい極端だったとしてもあのそうう人がいないからそりゃあ,あれだよなんか物世の中ないよっていうのはそのやっぱりおかしいんじゃないかと、そのこのまあ実在論とでも言うんでしょうかねこっちの方の立場をお取りになってその。 なんだろうなマッハさんを批判するような側に立ってくるんですよ。でで,でそのでそれは何て言うんだろうな逆に新しいことを言ってるんだけれどもそのちょっとここでねじれがあるんですが量子論とか相対論とかそういう新しい。 考え方っていうものに対して、実はちょっとそこを飛び越えることはこの人はなかったんですよ。優秀な科学者だったんだけど、ちょっとここが面白いところなんです、うんうん、アインシュタインっていう人はバッと飛ん,飛んじゃうんですよね。うんうん、そういう意味ではあの相対性理論でも何でも、えー。で、あとも、まあ、ハイゼンベルグっていう人も、これは不確定性な関係があるっていうふうに、こう測定できないんだっていうふうに飛んじゃうっていうのがあったんだけど、マックス・プランクっていう方はその、そういう意味では。 核心側、マッハに対しては核心的だったんだけど、その後に続く後輩たち、量子力学を切り開いていく後輩たちに対しては、保守側に立ってるっていう、なんかちょっとねじれみたいなのが生じてて、うん、僕はちょっと味わい深いなと思って、うんうん、見てますす、うん、ここに2つの流れですねプランクっていうのは、量子論、相対論という後輩の業績に対しては、 まあ非常になんかこう懐疑的に見てはいたがけれどその先輩のマッハのようなあの、えー、と見てなきゃ世界はないとかあの見れるものだけが世界だっていうそういう実在論よりはいやーやっぱり人間がなんていうかあの見てなくったってこの定数って有効だよとかってそういうふうなことを思ってたそういうなんか 中間に位置するそうですねそういう位置づけのお立場にまあ歴史上の至、うん、っちゃったっていう感じです。うん、で,でそのプランクジョー数っていうのを見つけたんだけどその、うん、ここでアインシュタインさんが出てくるんですが、うん、あのアインシュタインっていう方がそのノーベル賞を取ったのはあの光電効果をそういう光が粒々であるっていうことでうまく説明したっていう。 ね、1905年っておっしゃってましたね,でね、うんで。高橋さん、このアインシュタインのお話については、では、はい、パート2で、えー、とあまたあの改めてお話しいただきましょう。はい,はい、はい